はい、皆さんこんにちは、アミティ先生です。今日はノマドスカルプっていうアプリを紹介します。3D のアプリなんですけど、こんな感じでアップルペンシルでこのオブジェクトを押すとですね、粘土みたいな感じで形を作れるアプリです。もうめちゃくちゃ面白くて、私は今これにめちゃハマってるんですけれども、アプリ自体は2200円なんですけど、 3D アプリで2200円だとめちゃくちゃ安いと思うので、ぜひね、興味ある人は買ってほしいなと思います。で、今日はですね、このノマドスカルプを使ってこういうキャラクターの作り方を教えていきたいと思います。はい、ではですね、ノマドスカルプ開くとこんな感じでボタンがすっごいたくさんあって、分かりにくいってなるかもしれないんですけど、今日は簡単なところだけ教えます。まずこの右側が形を変形するパネルですね。こんな感じで形をギューってやると形がどんどん変わっていくっていうものになります。いろんなツールがあるんですけど、まだちょっと後で説明しますね。で、こっちがブラシのサイズです。ブラシのサイズ、小さくしたり大きくすると一気にこう全体的に動くって感じですね。で、ここが強度です。強度は小さくするとあんまり動かない、大きくすると一気に動きますね。はい、で、この対象っていうのはオフにしてると、動かした側のところだけが動きます。で、この対象をオンにしてるとどっちも動きますね。どっちも、ここセンターのところを中心にどっちも動くっていうのがこの対象になります。で、この上のところ、ここは、細かい設定ですね。ライトを設定したりとか、マテリアルを設定したりとか、ちょっとここややこしいですね。はい、で、ここがレイヤーとかブラシとかあるんですけど、まあ、ここの右側のこれに付随してます。こっちで変形かけるときにレイヤーを使って変形かけたりとか、細かい設定、ブラシを選んだりとかっていうのがここの項目になります。じゃあ、ここからキャラクターを作るときどうするかっていうと、まずこの設定のところでこの三角のね、三角がつながってるやつを押してください。で、そうすると今ここにソフィアっていう、まあ、丸っていう意味なんですけど、この丸の形がここに出てます。この目のやつをこうやって押したりすると非表示になりますね。で、これ削除したりとか追加したりできるんですけど、一旦これ削除します。上の削除ボタン、そうするとここが何もなくなりますね。で、新しいのを追加していきます。プラスで追加、ここにたくさんあるんですよ。例えば9だとさっきのやつが出てきますね。ちょっと戻ります。他にもいろいろあるんですけど、ボックス、こっからシェイプを作りたいときはボックスを選ぶ。そんな感じで、ここで一番最初にどういう形から始めるのかっていうのを選ぶことができるので、今日はとりあえず一番簡単なやつですね。この9ってやつを選んでいきます。で、この9がまず出せたら、ここ次押してください。ギズモっていうボタンです。ギズモで、このギズモっていうのは何かっていうと、この 3D 軸に沿ってこのオブジェクトを移動させたりできる、この軸のことをギズモって言います。で、こういう感じで移動するとこっち X 軸 Y 軸みたいな感じで動かすことができます。で、この丸のところを押すとこう横長に伸びたりとかね、横長に伸びたりこっちに伸びたりって感じです。で、全体的に大きくしたかったら、ここのオレンジのサークル見えますか、これをタッチしてこうやってやると全体的にこの球が大きくなっていきます。なので、こんな感じで一番最初の形、どういう形にするかっていうのをまずここで決めちゃいます。ちょっと平らにしようかな。こんな感じ、横から見た時にちょっと平らな感じにしたいと思います。で、ある程度こうやってここで形が決めれたら、この検証っていうボタンを押します。検証っていうのはこの形でフィックスして始めますよみたいな感じですね。今この状態だとここのね、ブラシとかが出てきてないんですよ。で、このブラシとかを使いたい時はまず検証っていうのを押して、よし、これでいきますっていうのをまず固めてから行くって感じです。検証を押します。はい、そうするとここにたくさんツールが出てくるので、ここでこんな感じで遊ぶことができるって感じです。で、こんな感じで形が取れたら、ここでシェイプ作ってもいいんですけど、目とか鼻とか耳とかをちょっと先に作りたいと思います。で、その時はここでさっきと同じこの四角3つのやつを押して、今この丸がこれですね。で、新しいのを追加できるんです。追加押して9っていうのを押します。はい、で、そうするとこんな感じででっかいのが出てきますね。これもまた動かしたりとかできるんですけど、この状態でミラーを押します。ミラータッチ、はい、
そうするとこの中心軸に沿ってこんな感じでミラーになってますね。でこれちょっとちっちゃくしましょう。目を作りたいです。はい、あこの子がちょっと中心にいないですね。中心にいないのでこっちをタッチしてこの子を中心に持っていきましょう。でここのフロントっていうところを押すとフロントサイドフロントとか出てきますね。これでちょうどフロントにしてこの子が真ん中にいるかっていうのを確認します。フロント押してもうちょっとこっちかしら。ミラーマークが見えますか。このミラーマークにちょうど真ん中に来るように OK で、そしたらこの目の方に戻りましょう。目の方に戻って動かす。これでちょうどね目のところに来るような感じですこんな感じ。もうちょっとちっちゃくしましょう。もうちょっとちっちゃくしてこの辺がねちょっと正直難しいんですけど、こう形をどんどん粘土をこうくっつけていくって感じですね。はい、じゃあ次耳いきます。耳も同じ、ここを押してプラス押して、9でいきましょう。さっきと同じです。でミラータッチして動かす、小さくする、動かす。でこの耳はちょっと尖らしたいので一回検証でこの確定させます。確定させた状態で、ブラシを取ります。あ、移動を取りましょう。移動を取ってサイズ調整してこう持ち上げる。ギュッ、はい、こんな感じ。あ、かわいいかわいいですね。ちょっと耳大きいね。耳大きいなって思ったらギズモです。ギズモ押して小さくする。で調整していきます。ちなみにここのシェイプのとこなんですけど、よく使うのは移動とかブラシとか粘土とかかな。移動はギュッてやるとこう伸び縮みするようなものが移動ですね。で粘土はこうやってコネコネコネってやると、形が浮き出てくるって感じです。ブラシも結構似てますね。ブラシもポコッと出てくるような感じかな。このブラシとか粘土は、原産っていうのがここにあります。今ポコって出てきたんですけど、この原産を押すと逆にへっこみますね。こんな感じで、なので耳とかだとちょっと薄っぺらかったりするので、ここでこんな感じでへっこませます。で今この状態だとちょっとボコボコね、こんな感じでボコボコしてるじゃないですか。でこれを調整するのがスムーズっていう機能ですね。スムーズを押すとなぞったところがこんな感じで滑らかになっていくんですよね。なのでこのボコボコを消したいときはスムーズでこうひたすらなぞっていくといいと思います。ちょっとこれを下に伸ばしたい、こんな感じ、下に伸ばしたいですねちょっとお化けみたいな感じにしたいんですけど、この移動を使ってちょっと強度とかサイズを大きめにすると一気にギュイっていくから、細かくいくよりも一気にいった方がいいですね。はい、いい感じになってきました。次鼻と口いきます。ここから追加をして9いきます。もう今日はね全部9でいくのでタッチして、鼻を作っていきましょう。鼻です。ちょっとね慣れるまで難しいんですけど、何回かやってたらできるようになっていくので、ぜひ、私も全然ね最初わからなかったんですけど、はい、何回か触ってたらわかるようになってきました。でできたら検証ですね。でもう一個鼻作ります。プラス9、はい、でこれでちっちゃくしてちっちゃい鼻を作ります。手をつけます。手をつけるときも9でつけていきます。で手なんですけど、ちょっとこうギュッと下に持っていくと手っぽくなりますね。タッチしてちょっと変形して こういう感じにしたいこういう感じにしたいです。よいしょ。はい、じゃあこんな感じでキャラクターの形のところ完成でございます。いかがでしょうか。こう丸をね組み合わせただけっていう、今回はあんまりここ使ってなくて、このシェイプを組み合わせるところだけっていうのでやりました。で最後これにですね色をつけたいと思います。色をつけるときはここのペイントですね、ペイント押して色はここですね、色はここ
で塗りたいところをまずこうタッチします。ボディのところ塗りたいのか鼻のとこ塗りたいのかで、タッチしたらこんな感じで塗れるようになります。で消しゴムもありますね。消しゴムで消すって感じかな。で、ここ見てもらってこうやってやるとですね、色がどんな感じに塗れるよっていうのをここで教えてくれます。一気に全体を塗りたいときはここの全てをペイント、ポチッって押すとこんな感じで一気に塗ることができます。なので一気に塗りましょう。ここもちょっと濃い青にしましょうか、にして全てをペイント。目も塗っていきましょう。目は黒かな、黒でこんな感じで全てをペイントにします。でここの丸のところ、これタッチすると、マテリアルって言ってこうね、グロッシーになったりとか銀になったりとかいろいろします。なのでここで好きなのを選んで大丈夫です。はい、全てをペイント押すとこんな感じでちょっとシルバーみたいな感じになるので、ここで選んで全てをペイント。はい、こんな感じで完成でございます。いかがでしょうか。耳のとこと目のとこはね、かなりグロッシーな感じにしましたけど、色をつけるとね結構いい感じになるかなと思います。フロントサイド、サイドですね、後ろとか、はい、ここで見ることができます。で、保存のやり方なんですけど、保存するときはここですね、ここで保存っていうのを押してください。はい、でとりあえず保存しますね。でそうするとここに保存されてます。新規で立ち上げたかったら新規で立ち上げるとこんな感じで出てきます。で開くっていうのを押すとさっき作ったやつが開かれますね。で、はい、こんな感じで戻ってきますので、はい、これで完成になります。でこのノマドスカルプなんですけど、私 iPad Mate っていうオンラインコミュニティを運営してて、そこのメンバーたちがですねこのノマドスカルプを調べて、で iPad Mate の中で勉強会をとかをですね開いてくれて、で私もその勉強会を見てこのやり方とかをですね学んだっていう感じになります。その時はですねこの佐藤さんっていう方が、ノマドスカルプを使ってプーさんのね作り方とかを紹介してくれたんですけど、こんな感じでいろんなことが学べるコミュニティになってます。で、このコミュニティはNFT を買うと入ることができて、今ねちょっとその NFT の販売ストップしてるんですけど、また夏、7月8月かな、それぐらいに再販すると思うので、ぜひですね情報チェックしてもらえると嬉しいです。私の Twitter とかインスタでは結構情報発信してますので、フォローしていただけると嬉しいです。 SNS のリンクは概要欄のところに載ってますので、そこからジャンプしてください。はい、ということで今日はこんな感じで以上にしたいと思います。まだ他にもねやれることたくさんありますので、また別の動画で紹介していきたいと思います。面白かったらぜひいいねボタンだけ押しといてもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上です。バイバーイ。Yeah, I tried this a million times. Oh no.